元プロ野球選手で野球解説者の GG、佐藤氏が15日、テレビ朝日系に生出演。パリ五輪では選手への誹謗中傷が話題となったが、佐藤氏も8年、北京五輪でのミスで壮絶な誹謗中傷を浴びたこと、そしてそれを乗り越えられた恩師、野村克也氏の言葉を紹介した。佐藤氏は北京五輪準決勝で落球、3位決定戦でも落球し、メダルを逃すことに。 当時は今ほど SNS は普及していなかったが、それでも数多くの誹謗中傷を浴びたという。帰国後は精神的に追い込まれ、コンビニにも行けず、消えてなくなりたいと。母親も外を歩けない、という状態に、特に誹謗中傷について、母親が一番悲しんでいた。自分が言われるのは仕方がないが、母に記者が取材に行ったり、 息子が叩かれているのを見るのは辛いと言っていたと振り返った。驚くことに、北京から16年経過した今でも、ネタにするな、今も許してないなどのメッセージが届くといい、スタジオもびっくり。玉川哲司は、関係ないじゃないですか。その人、中傷している人、何か、落球したことで、直接被害受けてるんですか。どういうつもりでやってるんだろうと思いますよね、とあぜだ。 それでも少し前向きになっていけたのは、エラーから13年後にかけられた恩師の野村克也氏からの言葉。それは、北京で確かにお前はエラーをした。でもその時の人の記憶に残っているのは星野、千一氏、とお前だけだ。人の記憶に残ることがどれだけ大変で素晴らしいことかわかるかお前の勝ちだ。その経験を生かして生きていきなさい。というもの。これを聞き、 解釈が変わって、行動変わって、今はプラスに捉えられるようになりましたとコメント。今、私はとんでもないエラーしましたけど、明るく生きれてる未来を明るくしてほしいと呼びかけていた。